シドニー・リーの写真、バッサーの写撮影1924年11月28日、サー・シドニー・リー、1859年12月5日、1926年3月3日は、イギリスの電気作家、評論家、1890年から1900年まで、英国人名時典の編集長を務め、同時点の増補館第一シリーズと、 第2シリーズの編集長を務めたことで知られる。ラザラスリーとジェシー・デイビスの長男として、1859年12月5日に、ロンドン・ブルームスベリーのケッペル・ストリート12号で、生まれた。姉に、作家のエリザベスリーがいる。家系に、ユダヤ人の血統を持ち、ユダヤ教信者として育てられたが、成人した後は熱心な信者ではないと見られる。シティオブ。 ロンドンスクールで教育を受けた後、1878年10月19日に、オックスフォード大学ベリオールカレッジに入学、1882年に BA の学位を習得した。シティオブ、ロンドンスクールで英語文学についての教育を受け、1871年4月には、ウィリアム・シェイクスピアに関するエッセイで、防法衣装を獲得した。 ベリオールカレッジ在学中の1880年5月と10月の2度に、渡って、ウィリアム・シェイクスピアに関する記事を、ジェントルマンズ・マガジン氏に寄稿した。そのうち一つ目は、ベニスの商人の登場人物シャイロックに関する研究で、二つ目は、恋の骨折りゾンの研究であり、後年に、イングランドにおける、フランスルネサンスを着するきっかけとなった。 また、卒業後の1884年に、ストラトフォードイコールアポニイコールエーボンに関する著作を出版している。卒業直後はまず1882年秋より、第5代ポーツマス伯爵アイザック・ニュートン・ウォロップの息子、オリバー・ヘンリー・ウォロップの家庭教師を務めたが、ジェントルマンズ・マガジンへの寄稿が、ジェームズ・ハリウェル・フィリップスや、 フレデリック・ジェームズ・ファーニバルの目に留まり、ファーニバルはリーに英国人名辞典の副編集長募集に応募するよう進めた上、自身も1882年11月にスティーブンに手紙を書いてリーを紹介した。英国人名辞典の編集は1882年秋にレズリー・スティーブンが編集長に任命されるとともに始まり、1883年1月に 辞典に含まれるべき、生が A から始まる人物の一覧が出版されたほか、同1883年3月にはスティーブンがリーを副編集長に任命した。以降1889年12月までに21巻が出版されたが、長年の激務にスティーブンの健康が悪化したため、リーは1890年初にスティーブンと共同で編集長を務めるようになり、 1890年3月から1891年3月にかけて第22から26巻を出版した。この時、ファーニバルはリーに辞典だけで精一杯だろうから出版社に他の本を書くことをそそのかされないように、と手紙で忠告し、リーも実際に夜や週末でも長時間を働いた。スティーブンの健康がその間にも好転しなかったため、 彼は1891年春に編集長を辞任、リーが単独で編集長を務めた。その後、スティーブンは回復して辞典への寄稿を再開したが、編集長に復帰することはなく、リーは1900年に最終巻である第63巻が出版されるまで編集長を務めた。リーは編集長を務める傍ら、辞典に数多くの寄稿を行い、 記事820件を書き上げた。リーの姉エリザベスも寄稿したほか、1885年から1900年まで出版された63巻のうち、最も長い記事であるウィリアム・シェイクスピアの記事はリーが書いたものである。辞典の出版が1900年6月に終了したことは宴会で祝われるほどの大事になり、1900年5月のディナーパーティーでは、 ウェールズ公エドワードが出席したほどだった。この時、リーがエドワードから、シェイクスピアについて、著作を書いていると聞いています。ぜひとも頑張ってください。シェイクスピアは儲かるぞと言われたという逸話がある。英国人明治典の初版を出版した後、リーは、図王保管の編集に取り掛かった。最初は19世紀の終わりまでに死去した人物を含めると定めたが、 1901年1月22日にビクトリア女王が死去すると計画を変更して1901年1月22日までに死去した人物を含めるようにした。リー自身もビクトリア女王の記事を寄稿した。その後、1903年に辞典の宿役版を1904年に正語表を編集した。1911年7月6日には、 奇跡に上されており、このことを報じる官報のロンドンガゼットでは、英国人名事件の編集長として紹介されている。増補館第2シリーズの編集にも関わり、リー自身が第2シリーズに寄稿した記事としてエドワード7世の記事が挙げられる。このエドワード7世伝ではエドワード7世を知性に書くなどと告評していたため、王室火星の官僚やエドワード7世妃。 アレクサンドラの不況を買い、リーは修正を求められた。リーは王室からの圧力を受けた修正版の公表を拒否したが、機密文書を閲覧した上で新たな回想録に執筆することに同意した。しかし、回想録が完成を見ないうちに第一次、世界大戦が勃発、エドワード長の外交政策の公表がはばかられたため、執筆は終戦まで中断され、 結局2巻からなる回想録が出版されるのは1925年から1927年にかけてのこととなった。英国人名辞典の編集者としての評価、D の英国人名辞典に対する貢献について、レズリー・スティーブンは次の末期の出版に間に合わせる必要があるにも、かかわらず遅れている記事に対し、私が頭をかきむしっているとき、彼はいつも自信に満ち、 落ち着いた態度だった。出版が3分の1ほど進んだところで、彼が編集長の座を継いだとき、私はこの交代で辞典が損害を受けることはないと、安心したなどと評価している。また、オックスフォード英国人名辞典では、スティーブンの経験により寄稿者の招聘が進み、リーが祭事に注意し、 細かな構成をも厭わないことで、編集の質が高く、文学知識の面においてもスティーブンが18世紀と19世紀の文学を熟知し、リーがエリザベス朝文学の知識を有するため、お互いを補足できる良さがあるとしている。1898年に、ウィリアム・シェイクスピアの一生に寄稿した、シェイクスピアの記事に基づくを出版した。1九百五年に出版した第版では、 D の姉エリザベスが後世などで手伝っている。1902年にオックスフォード大学所蔵、シェイクスピアの喜劇、刺激、悲劇のファクシミリを編集、さらに同年と1904年に増補館を出版して、当時現存していたファクシミリについて記述した。1906年にはシェイクスピアの作品全集を出版した。オックスフォード大学在学中に、 同大学のブラウニングソサイティの秘書を務め、卒業後にロンドンに移るとニューェーエクスピアソサイティの会計係を務めた。イギリス学士院フェロー、ナショナルポートレートギャラリー理事、アメリカ芸術科学アカデミー外国人会員、アシニアムクラブ会員など、主に学術関連の英典を与えられている。また、1913年から1924年まで、 イーストロンドンカレッジでイギリス文学教授を務めた。1926年3月3日にサウスケンジントンのレクサムガーデンズにある自宅で死去した。生涯未婚だった。死後、ゴールダースグリーンで仮葬され、遺骨はシェイクスピアの故郷ストラトフォードイコールアポニイコールエーボンの墓地で埋葬された。他、英国人名事典に記事820件を寄稿した。 ありがとうございます。